どうも、イチョウです、今回もギルガメッシュ来ております。編成はこちら14メンバーですね。こちらはリクエストいただいたシリーズです。はい、挑んでみたいと思います。とにかくこの14シリーズはですね、イベントが少ないので装備がねだいぶ薄いんですけど、まあその中でもアルフィノとヤシトラが覚醒持ち、アルフィノは星5戦技も持ってるので、まあこの辺をメインに削っていくしかないのかなという気はしてます。ミンフィリアはイカタック、ヤシトラにゲージを託して HP を常に高い状態で保っていきたい。で、下の2人、シドとイダーですね。シドはバーストと、超絶化を使っていきます。はい、なかなかねこの超絶も強いっすね。はい、であとはイダはもうバーストしか持ってないんですけど、まあこれで倒せるんだったら倒したい。はい、まあ倒せないんだったらまあこの辺の超絶とかどうかな、取りに行こうかどうかってところだけど、まあちょっと微妙っすね取りに行くほどのものなのかどうかっていうのは微妙なところであるんですけども、はい、そんなところでございます。で、魔石はね、メイン魔石はイフリート持ってきてます。はい、下の2人がですね炎使いなので、この2人がより生きるような、まあなんていうか采配っていうか、そういう感じでイフリートを持ってきております。でアルフィノは星5戦技で十式まといで攻めれば多分カンストすると思うんですけど、はい、召喚もね倍率高いので、なので、あえて風魔石は持ってきてません。そんな感じかな。サブは、はい、こんな感じ、いつも通りですね、適当です。いきましょう。はい、3月のね、レポートを見る限りだと、なんかすごく久しぶりに14のイベントが来るそうなのでね、はい、まあ僕はガチャは回しませんが、はい、フェスに備えて回しませんけども、まあこれを機会にね、ガチャ回して装備の充実を図ってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、まあ僕は回しませんけども。OK。どうなんでしょう、やっぱ皆さん、14やね、どうなんでしょうね、薄いのかな、やっぱり装備は。それとも、私は14大好きなので武器も余ってますよみたいな人もいるのかな、どうなんすかね。 OKOK。 いや強いっすね、もういきなりカンスト出ましたよ。まあまだあの強式状態入ってないからっていうのもあるんでしょうけども、やっぱね召喚強いっすよね、倍率高くて。ディスペル打っちゃいますか、ここ多分次かな、よくわかんないけど、未だ延期ルーム来そうな感じがするんで、前回のギルガメッシュの撮影からだいぶってわけじゃないけどね、ちょっと日数空いちゃってですね、まあ正直な話ちょっと飽きてきたっていうところもあるんですよね、このギルガメッシュイベント。まだねクリアできてないシリーズもあるので、まあやらなきゃいかんなとは思ってはいるんですけど、もうね、まあ、なかなかモチベーション上がってこないっすね、このギルガメッシュイベントは。初めは、ああ、なんか面白いなって思ってたんだけど、なんか結局、変化があまりないっていうか、まあ多少はあるんですけど、オメガほどのね、オメガ属性、兵器オメガほどの変化がないっていう感じで、ちょっと飽きてきたっていうのは正直なところ。どうしようかな、覚醒入ろうかな。覚醒入りますわ。ちょっと序盤がっちりねこれで守っていこう。 OK、 よし、チェインはまだ打ちません。アルフィノが覚醒入れる状態になったら打とうかな。
うん、どうしようかな。それとも下2人がね、バーストとか超絶入れるような状態になったら打とうかな。まあ一応3本はあるんで大丈夫だとは思うんですが、本当の最終フェーズでね、あのチェーンなくなっちゃったっていう事態は避けたいので、まあいかんせん覚醒アタッカーが1人しかいないんでね、ちょっと不安はあるんですが、絶対防御中に弱体を入れてしまおう。はい、オッケー。まあそんな何ターンもね続くものじゃないので、あえて上書きはしませんね。はい、踊り踊れるあの枠があればいいんですけど、踊りをね、うららとか連れてこれる枠があればいいんですが、どうしよう。お、チェーンいっちゃおうか。よし。さてこのゲージはこっちかな。ヤシトラはまだ、アルフィノが覚醒入ったらヤシトラのシークレットリリーで、アルフィノの待機短縮を入れていく。どれだけそのアルフィノの覚醒で削れるかですね。オッケー。まああの後半はね、後半はほぼほぼグダると思います。はい、なんならあのなんだろう、アルフィノのアビリティが切れるっていう可能性も大なので、バーストもね持ってきてますけど、大丈夫か。シードは超絶入ろうか。オッケーオッケー、いいね、いいダメージは出てますよ。 OK。 この泡バリア張れるうちはまだ大丈夫なんですけど、泡バリア張れなくなったらもうシークレットリリーを連打って感じっすね。まずは展開戦術いきます。アワバリアもそうなんですけど、あれですよね、なんていうか展開戦術とね相性悪いんですけども、でもそんな覚醒ね、ヤシトラの覚醒状態も長くは続かないので、まあまあそんな気にするほどのもんでもない。あとちょっと携帯が重いかな、なんか止まったりしますね。いやー、できればフリーズとかして撮影中断はしたくないところ。はい、オッケー。コーマアップ、コーマアップも兼ねてます。これ下2人がこれでだいぶ生きてくるので、大丈夫かな。はい、オッケー。あ、いいですね、いいですね。そうだ、イダもね中核2連持ってますから、でショックウェーブ1回入れようか。星5戦技、はい、ナイス。そうだ、シドも中核2連持ってましたもんね。もうアルフィノもそうだし、中核2連が3人いるのかな。まあヤシトラも回復中核2連持ってますけど、この中核2連にあやかりたい部分もありますね。まあ相変わらずの運ゲーっていうか、そういう感じではあるんですけど、いや勝てばいいんです、勝てば。はい、勝てりゃいいんです。報酬の回収が一番大事なので。よし、これで覚醒入ろう。これでまとい2段階に持っていけるはずだから、オッケーオッケー、いいよ、いい感じでダメージ跳ね返してますよ。
まあ、そうこうしてるうちにチェーンを張り替えないといけないけど、板で張り替えたいっすね。次のターンかな。はい、でこっからはもう常にあれです、ヤシトラはシークレットリリーブレイブアビリティでまたシークレットリリーで打っていく感じですかね。よし行くぜ。多分カンストいくとは思う。 OKOKOK 十分十分です。さあようやくねフェーズ移行しました。こっからもガツガツ削っていきたい。どれだけ持つかわからんけど、アルフィノがこれは割合だったかな。ちょっとね継続ダメージが付与されてるので、この辺のギリギリのところはねすごく不安なんだけど、まあ気にせずいきます。この超絶なかなか強いですよ。連撃数がね多いですし、このワイルドファイヤー追撃もねこれなかなか強いんですよ。いい味出してます。 OK、 チェーンつなぎつないでばっかはなかなかダメージ出ないとは思うけど、それでもなんとか。オッケー、ずっとこんな感じですね、ヤシトラは。あともうこっからは反射バリアも有効に使っていきたいところ。ちょうどね泡がもうなくなっちゃったんで、泡バリアがなくなっちゃったんで、オッケー。さあ中核2連来てほしいところっすね、アルフィの。これはもうちょっと待機してようか。これはまだ大丈夫、大丈夫っすよ、大丈夫だけど、アルフィノの待機短縮がどうだったっけかな。まあもう一回打ってもいいっすけどね、これ2ターン目だったか3ターン目だったかちょっとわからなくなりましたね。オッケー、込めてよ。あー中核2連引けませんな、なかなか。まあいいや、打っちゃおうか、シークレットリリー。ゲージ余っちゃってるんで、まあ溢れちゃってもいいとすら思ってはいるんですけど。おっとマジかよ、やばい、やばいっすよ、こりゃやばいっすよ。オッケー、困りましたな。間に合ってくれ、間に合った。あー心臓に悪いなこれ。間に合いましたね。OK、 最終フェーズいけそうかな、多分。最終フェーズはちょっとまだ全員がキャンセル食らっちゃうんで、あーナイスだ、これは救いの一手ですよ。でこれで全員キャンセル食らっちゃう。ギガスラッシュですよね、ギガスラッシュ来ちゃう。まあ勝手に僕はギガスラッシュって呼んでるだけなんですけど、よし行こう。イーダーが最初かな。ここでもうイフリート40枚、よいしょー。あー違う違う、シークレットリリー。どうだろう、アルフィノも待機短縮なくなっちゃってるんじゃない。あーそうでもないか、残ってたかな。はい、オッケー、よいしょ、オッケー。さあ 30% 切りましたよ。バースト行こうか、シードは。ミンフィリア、ちょっと待って。
はい、ミンフィレタも託しちゃっていいかな、ヤシトラに。はい、オッケー。さあ、まだアルフィの覚醒いけそうですね。多分ね、45秒ぐらいまでいけると思うから。あー、全然ダメージ入ってないから大丈夫かな。あー、覚醒切れましたね。展開戦術もう一回貼り直します。さあ、あと 26.9%、 これをアルフィの覚醒なしで削ります。こっからが下りますよ。こっからが下る。よし、はい、オッケー。で、次イダでチェイン貼り直し。さあ、これどんぐらい入るかな。ある程度ダメージ入れとかないと、ワイルドファイヤーがね、あんまりダメージ入らないんですよね。あ、オッケー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 、十分十分。いや、シード強いっすよこれ。覚醒来てくれればね、だいぶ強キャラになると思うんですけど、いかんせん14はイベントが来ないという。よし、じゃあアルフィノはあれですね、もう星5000に2回使っちゃおう。まだまといの重式残ってるけど重ねていきます。よし、あ、もうこの反射ですよ、反射。とにかく反射で削る。ぐだっております。 OK。 なかなかね、最後までバシッとこう、なんて言うんだろう、こうね、戦い抜けるシリーズっていうのがほんと少ないなっていうのが、なんかね、露呈したというか、そういう感じのイベントですよね。やっぱりあの強いシリーズと弱いシリーズの差がありすぎるっていうところではありますね。どうしよう、ミンフィリアもう託しちゃおうか。あ、触れちゃってもいいから、もう託してしまおう。大丈夫か、大丈夫、大丈夫だね、オッケー。もう一撃大丈夫かな。いや、ミンフィリアからどんどんゲージ供給されるんで、もう贅沢なゲージの使い方しちゃってもいいかもしれないっすね。うん、使っちゃおうか。さあ、あと 11.1%。 これがね、これが長いのよ、ほんとにね。よいしょよいしょ、絶対防御。はい、これがね、もう長いんですよ。バースト入ります。バースト入って、これで3段階をキープしてるけど、あー、絶対防御入ってる中で、まあこれだけ食らってくれりゃ、まあ、まあまあまあいいんじゃないですかね。 OKOK、 反射で返す。絶対防御は反射でね、絶対防御中は反射で返す。さあ、もう一回シドワイルドファイヤー行きたいところではあるんだけど、どうでしょうかね。あ、結構入ってるか。もう切れたかな、絶対防御。よし、次ワイルドファイヤー行こうか。ナイス、オッケー。さあ、もうちょっとだぞ、頑張れ。 6% 強切りが来る。はい、すぐシークレットリリー行きます。もうディフェンシブなチームですねこれね、完全に。いや、でもこれじゃないと多分勝てないなって感じしますね、このシリーズ縛りだと。あとは強力なアタッカーを連れてくるしかないんだけど、まあできればリクエストいただいたシリーズはね、シリーズ染めでいきたいので。おお、結構食らってるな。
結構下ってますよ。ちょっともう一回バースト入りますね。アルフィナをちょっともう一回入ります。ちょっとゲージが大丈夫か。ゲージっていうかあのチェインか。あ、大丈夫だ、いけるな。これでどうでしょう。ワイルドファイヤーも来るから、あ、オッケーオッケー、削ったオッケーです。はい、なんとか勝てましたね。はい、まあ展開戦術さえあれば、まあ時間かければまあ勝てるんじゃないかなっていう、はい、気もしますね。こいつは強制退場もないんで、まあただそれに時間を費やすよりだったら強力なアタッカーを一人連れてきてさっさと倒してしまった方がいいのかもしれませんが、はい、まあとりあえずは動画にできてよかったです。はい、よし、あとは点ですね。点のリクエストいただいてますので、そちらをアップして、このギルガメッシュイベントのアップはもうやめようかなと思います。はい、動画外でね消化していこうかなと思ってます。点はねなかなか中途半端なんで、クリアできないかもしれないけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。